はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をやってみたいと思います。これは驚き、原田会長に健康不安説。これはなんかがんじゃないかというがん説とかですね、あるいは心臓病説が出てきているという、そういう報道がなされております。それともう一つは、池田大策士八王子五稜計画が浮上ということで、これについてちょっと検証をしてみたいと思います。で、これはですね、まずね、まず原田会長の健康不安説なんですが、この仏教神学研究会の動画サイトで一回取り上げたことなんですよ。はい。それはですね、動画1162ですね。原田会長欠席の創価学会男子部幹部会で西方青年部長が激飛ばしをしたということで、この動画はですね、2022年10月11日に公開した動画でございます。はい。で、創価学会男子部幹部会っていうのは 通常会長が出ていろいろ指導するのが通例なんだけども、この時は男子部幹部会を原田会長が欠席したということで、これなんか健康不安説があるんじゃないかってことで、私はですね、これ取り上げて、検証したことがありますね。はい。これが動画1162でございます。で、今回のはですね、これとは別に、このテイニスという月刊誌があるんですよ。で、これの2023年3月号に、載っているものでございます。はい。で、テイムスってのはどういう雑誌かっていうと、これですね。はい。テイムス。2023年3月号でございますね。はい。で、創刊31年目突入なんて書いてますけどね。で、今回は58ページ、59ページのところですね。はい。こういう記事が載ってるんですよ。はい。題がですね、ここにありますように、原田稔会長の健康不安が高まり、創価学会激震、次期会長へ競争始まるということで、会長の権力争いが始まってると。で、候補者として池田氏の長男、広正氏から谷川、萩本両氏、原田会長の長男の布施一郎氏までって書いてあるんですね。 こういう記事が、載っているわけでございます。はい。で、今回の、この情報源なんですけどね。はい。このテイニスという雑誌、創刊31周年というふうになってます。で、私の記憶によればですね、1990年代から、この創価学会に関する記事を毎月載せてるんですよ。はい。私も毎月は買ってなかったんですけれども、私の記憶によれば90年代からもうすでにこういう創価学会に関する記事を載せていたと思います。だから、私に言わせれば1990年代からの創価学会ウォッチャーの雑誌だということで、それなりに信憑性はあるんじゃないかなと思いますよね。はい。で、それでですね、この健康不安説はどこに載ってるかっていうと、ちょうどここのところですね。下の方からこちらの上の方にかけて、載ってます。はい。ここにね、こんな記事が載ってるんですよ。ちょうどここのところですね。はい。昨年11月18日、創価学会創立記念日を前にして、原田会長の健康不安問題が浮上。癌説。癌じゃないかっていうね。癌説。それが、心臓病説が飛び交ったと。いうことが書いてあるんですよ。はい。それで、創価学会事情通の話として、4月に行われる統一地方選挙の必勝に向けて、原田会長は全国を走り回らなければならない。それが終わって夏を過ぎる頃には、当然後継問題が浮上するだろうというふうに書いてあってですね、その原田会長の健康不安説が元になって、統一地方選挙が終わった後ですね、今年中に、
その会長の交代が行われるんじゃないかと。で、その健康不安というのは、なんとその癌説、癌ね、会長は癌じゃないかと。あるいは、心臓病説が浮上しているということが、この、テーニスという雑誌に載ってるわけですね。はい。で、まあ、この、会長が癌じゃないかっていうのは、ちょっと非常にちょっとショッキングな記事なわけですけどね。はい。まあ、創価学会の幹部の方で、過去に癌になってお亡くなりになった方とかいらっしゃるわけだよね。はい。まあ、これも過去動画で何回も取り上げて検証しております。はい。だから別に癌だからどうのこうのっていうわけじゃないんですけどね。でも、まあ、そういう健康不安説が出てきて、その会長交代が近いんじゃないかと。まあ、原田会長自身がですね、もう80歳超えてるわけですからね。まあ、いつ交代してもおかしくないという、まあ、予測は成り立つわけですよね。はい。それで、まあ、ティーニスによれば、今年中に会長の交代が行われるんではないかということなんですよ。はい。それで、このテイミスが予測する次の創価学会の会長候補として4人の名前が出てるんですよね。はい。1人目が谷川祐介主任副会長、65歳。65歳っていうふうに、このテイミスには載ってるんだけど、この人もうちょっと年取ったような感じするんですけどね。この年齢がちょっと定かじゃありません。はい。まあ、この人がまあ、以前から次期会長の最有力候補として言われておりますね。はい。まあ、この人は学生部長、男子部長、青年部長を経験して、現在、総年部長ですか？はい。を、まあ、兼任してて、で、別に総年部だけじゃなくて、なんか創価新報でですね、なんか、青年部を相手になんか指導したりですね、そういう記事がもう結構載ってますよね。だから、まあ、この人が次期会長の有力候補の一人だというのは動かないんじゃないかなと思います。はい。次が萩本直樹主任副会長ですね。もしくは69歳ということで、この方は、北条宏四代会長の娘婿だって言うんですよね。まあ、娘婿だから、会長候補っていうのもなんか、まあ、こういう記事を読んでる人は面白いかもしれないけどね。果たしてそれだけで会長の有力候補と言えるかなっていうのはありますよね。はい。でもまあ、萩本直樹さんも前から会長、次会長候補の一人というふうには、いろいろ囁かれている一人でございますね。はい。で、次が原田ジュニア、原田誠一郎さん。教育部長ですね。年齢が50歳ということなんですけども、まあ、この人が次の会長候補の一人に、滑り込んでるわけなんですよね。まあ、でも、まあ、私も原田ジュニア教育部長の動画とかね、ご職員やってる動画見させてもらいましたけども、そんな、この人、創価学会のトップになるような感じの迫力もないしね。あるようには見えないですね、私にはね。まあ、よく言われている親の七光じゃないかという感じが否めないですね。はい。そんなね、教学部長になったからって、まあ、次の会長候補だっていうにはちょっと、無理があるんじゃないかなと思いますよね。はい。次の候補者がですね、池田博正主任副会長で、もうこの方も、当年70歳でございますね。まあ、この方も、1980年代の頃から次期会長候補だ、会長候補だっていうふうに言われてきたんですが、いまだ会長にはなってないわけなんですよ。で、まあ、今でも、会長候補の一人として名前が出ますけどね。いやー、この人どうでしょうね。まあね、本部幹部会でその池田大作詞のメッセージと称する文を 棒読みしてる？ 棒読みじゃちょっと
説得性が低いですよね。それから、一番大事なのはね、やっぱりね、布教実績なんですよね。創価学会で一番重要視されるのは布教実績なんですよ。何所帯釈迦やったとか、何人創価学会に入れさせたとか、そういうことなんですけども、池田博正さんはどれだけの布教実績を持ってる人なんでしょうかね。いやー、布教実績って聞いたことないんですけどね、この人はね。で、やっぱり、その、矢野七光じゃないかっていう意見が、やっぱり仏教神話研究会の方に入ってきてるんですよね。はい。でですね、もう一つありまして、この方が、未だにその会長になれない原因の一つがですね、その、この池田博正さんって方は離婚経験があるって言うんですよね。これはね、もう2000年代の頃から言われております。はい。で、まあ、離婚がいけないとは言わないですよ。それとはまたちょっと別です。別に離婚したからいいとか悪いとかってわけじゃないんですけれども、創価学会の中で幹部候補、会長候補というふうになると離婚経験があるっていうのがちょっとネックになるって言うんですよね。ただなんでかっていうと、その、創価学会では、一家を荒くぬ新人っていうのを、まあ、キャッチフレーズにしてるわけですよ。その、家族全員を入信させるとかね。そうすると、離婚の経験があるっていうことになると、両の家族も救えないじゃないかと、いうふうに言われちゃったら、何にも言えなくなっちゃうと、いうことなんですよね。だから、まあ、会長候補としては、ちょっとインパクトが低いというふうに言われてるんですよね。まあ、そういう情報が、仏教神話研究会に入ってきたんですよ。だから、離婚しちゃいけないって意味じゃないですよ。創価学会の中では、その会長候補、最高幹部の候補者としては、説得性に欠けるという、そういうことなんですよね。でも、まあ、宗教界全体で見ると、離婚経験のある人が教祖になったりしてるんですよ。で、それは他教団の話でね。だから、創価学会の中では、まあ、そんな風に見られちゃうということで、これが、池田博正さんが未だ会長になれない、原因の一つではないかという風に言われてますよね。はい。まあまあ、それ一つあるんじゃないかなと思いますよね。はい。ということで、まあ、その、今年中に、会長の交代があった場合に、この4人の中から、次の会長が選ばれるんじゃないかというふうなことなんですけどね。まあ、私の感じからして、その原田ジュニアさんとか、池田博正さんの線はちょっと低いんじゃないかなって思って見てますね。はい。はい。それともう一つがですね、その、八王子五稜計画っていうのが、このテイミスに載ってるんですよね。はい。で、まあ、これ要するに池田大作氏がお亡くなりになった時に、入るお墓のことを指してると思うんですよね。はい。で、まあ、池田大作氏に関してはですね、まあ、生きてんだか死んでんだかよくわからないっていう検証をこの動画サイトでやってます。で、そういう、再生リストを作ってですね、まとめてありますよね。はい。ところが、このテイミスの記事は、池田大作氏が生きているっていう前提で書いてるんですよ。生きてるか死んでるか分かんないっていうふうには書いてないですよね。はい。で、最初の方にですね、今年の1月26日 SGI の日に、SGI の日記念提言が発表されなかったということで、これがいよいよ池田氏の終焉が近づいてるんじゃないかということが書いてあるんですよね。うん。だから、単にその SGI の日記念提言がないから、その池田大作氏の終焉が近いという非常に短絡的な発想で書いてるんですよ。はい。ね、これがちょっと私、ちょっと読んでておかしいなと思うんですけどね。まあ、池田大作氏が生存しているか
どうか分かんないという疑惑はですね、もう何回もその世間一般でも言われてますし、その動画サイトでも取り上げてるわけですよ。ところがそういう疑惑があるのに、この池田大作氏生存説一辺倒で語っている、その根拠は一体何なのかなっていうふうに、まあ私なんか思っちゃうんですけどね。なんか、じゃあ生きてるっていう、なんかそういう証言でももらってるんですかね。ちょっと、そこのところをね、なんでこういうことを書いてるのかなっていう、非常に、ちょっとまあ私としては不思議に思った次第ですね。はい。それから次はですね、その、創価学会がですね、東京八王子の周辺の山林を、創価学会関連企業が買ってですね、八王子五稜計画を造成してるっていうね、そういう記事が載ってるんですよ。これがね、この辺載ってるんですよね。下の方に載ってます。ちょっと読んでみますと、こんなことが書いてあります。こんな新情報もあると。新しい情報ですね。学会内部に精通するディープスロートは、ディープスロートっていうのは、このね、喉の奥とか、奥深い、狭い場所っていう、そういう意味で、そういう、なんか、なんか、奥の院の、なんか、非常に、精通してる、創価学会の、なんか、内部のことをよく知っている、人のことを指して、いると思うんですよね。はい。で、学会内部に精通するディープスロートは、こんなこと言ってると。学会内でポスト池田を見据えた動きが急速に進んでいると。一つは東京八王子の創価大学周辺の山林を学会関連企業が購入し、八王子五稜を造成するという計画だと。いうことなんですよね。この八王子五稜って、だから池田大作氏のお墓にするつもりなんでしょうかね。なんか、昔の天皇の古墳みたいなもん作るつもりなんでしょうかね。はい。まあそういう計画が進んでいるっていうことが、このテイムスに載ってるんですよ。はい。で、それは創価学会ディープスロート情報だって書いてあるんですよね。八王子五稜計画なんてちょっと私も厚耳だったんですけどね。まあ、八王子五稜計画造成するっていうことは、やっぱり池田大作氏が未だ生きているという前提で書いてるわけですよね。死んでるっていう前提ではないと思うんですよね。はい。だからここのところがなんかちょっと読んでて、なんでこういうことを書くのかなと、何を根拠に書いてるのかなっていうふうに、まあ私としては思ってしまうんですけどね。まあ、創価学会ディープスロート情報だと。そういうことでございますね。そうすると、まあ池田大作氏がお亡くなりになる。まあこれ生きてるって前提で書いてますからね。じゃあこの先お亡くなりになる。あるいは、その今年中に、その創価学会の会長が交代するということになると、まあよく言われてるんだけども、これ創価学会の分裂になるんじゃないかということで、この Teams にもそういうこと書いてあるんですよね。新会長で学会は分裂、瓦解もって書いてあるんですよ。この創価学会の分裂について予測してる人は、まあ結構いっぱいいらっしゃるわけですよ。で、かつては、その仏教修学研究会もそういう検証しましたですね。創価学会はこの先分裂するかというね、動画1107です。はい。検証しております。はい。で、まあ実際に分裂するかどうかっていうのは、その時になってみないと分かんないわけですよね。でも、過去においていろんな人が、ある、その、まとまって脱会するっていうのは、過去に何回もあったわけで、まあ、会長が変わる、あるいは池田大作氏がお亡くなりになるっていうことになれば、まあ、これは十分予測されることじゃないかなというふうに思いますよね。ただ、実際どういう形になるかっていうのは、その時になってみないと分かんないわけですよね。はい。だから、まあ、この記事の信憑性、まあ、結構、創価学会ディープスロート情報っていうことで載ってるんですけどね。はい。まあ、今後ともですね、創価学会がどういうふうになってるの
なっていくのか、はい、創価学会の未来はどうなっていくのかということをですね、まあ、つぶさにこれからもですね、ちょっとウォッチングしながら、やっていきたいというふうに思います。はい。ということで、今回の動画の検証はですね、これは驚き、原田会長に健康不安説、それと池田大作氏の八王子五稜計画が浮上ということで、これを伝えるこのマスコミの記事についてですね、検証をお送りした次第でございました。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。